講師の水島二慶です。よろしくお願いいたします。親子で学ぶ書き初め教室ということで、埼玉県のですね、小学校3年生から6年生までの毛筆の書き初めですね、その、ポイントといいますか、書き方のコツのようなものをですね、親御さんとお子さんと一緒にですね、学べるような、そういうお話ができればと思っております。個々のテーマの学年ごとのですね、テーマの書き方については後ほどお示ししますけれども、まずその書き初めを書き初めに取り組むにあたってですね、心構えですね、それを一応お話をさせていただこうと思います。書き初めに限らずですね、書道の作品の評価の基準っていいますかね、評価の要素ですけれども、それは形と、それから線ですよね。毛筆で書くということになると、特にこの線質というのが大事になるわけですね。形を、整えて書くということは、もうそれはもう絶対的な条件ではあるんですが、それにプラスですね、この線質ですね、小学生の場合には楷書で書くわけですから、しっかり書くと、元気よく書くということが大事だと思いますね。中学生になると行書体になりますから、流れが必要になってきますので、その滑らかな動きっていいますかね、それが必要になってきます。毛筆の書というのは、手書きの字というのは、そもそも生命感があるわけですね。活字とは違いますからね、手で書いた、その書いた人の、呼吸、息遣いですね、それが見る人に伝わってくるというところに、書の素晴らしさがあるわけですね。ですから、それをですね、できるだけ表現する、ただ形にとらわれるのではなくてですね、そういった線に自分の思いを託して書くというような気持ちが必要になってくると思います。難しいかもしれませんけれども、とにかく自分の気持ちをですね、その一つ一つの線に込めて書くということが大事だと思います。それで練習をする上でですね、大切なことを一つ、それから注意すべきことを一つ、まずお話をして、それから個別にですね、字の書き方について、アドバイスをしたいと思います。こちらにありますが、練習をする上でといいますか、その筆を持って書く上でですね、大切なことはとにかく筆をしっかり持つということですよね。正しく持つ、筆の持ち方はいろいろあります。こういうふうに、小筆とか、それからボールペンを持つ場合、鉛筆を持つ場合は、人差し指と中指と親指でこう持つわけですよね、普通は。大筆になるとちょっと安定感が、これですと安定感がなくなりますので、
指をこう2本、中指も外に回すということですね。それで人差し指と中指、それから親指と薬指、まあ、この4本で、まあ、支えるように書くと、これが、まあ、人差し指と中指はこう鍵のような形になりますので、まあ、走行法というわけですね。これは単行法ですね。普通は単行法で、鍛錬とかボールペンとか小筆はそれでいいわけですけれども、この大筆はこの走行法で書くのが一番安定すると思います。こうやって4本も薬指まで書けるとかですね、こういう持ち方もあります。それからまあこういう単行法の方がいいという方もいますけれども、まあ基本的にはこの走行法がいいと思います。まずこれをしっかりこの姿勢ですね。それともう一つですね、なかなかこれ握力の問題があって難しいんですけれども、手首をですね上げることが大事なんですね。こういうふうにならないでこう上げる、こういうふうにですね、ここにピンポン玉が入っているような感じでですね、こういう握るような感じで、この形ですね、それが、一番まあ書きやすいと思いますね。それともう一つはこの肘のこのライン、この線が、机の面とまあ、平行になるような気持ちで書くと。肘をこう下げてると動きが、どうしても狭く、まあ、狭い範囲でしか動かないですから、肘を上げて、机の面と平行になるような感じで、それで書くということですね。まあ、多少は下がってきてもしょうがないんですけども、とりあえずこう肘を上げて、でこの前の空間で自由にこの動けるようにするということですね。そうすると伸びやかな線が引けると思います。ぜひその持ち方、それから構えですね、それをもう一度確認して書き初めに取り組んでほしいと思います。それからですね、これはよく、まあ、受ける質問なんですけれども、なぞり書きですね、なぞり書きはどうなんですかということで、聞かれることが多いんですが、字の形を覚える上では非常に有効だと思います。お手本をコピーしてその上に半紙を置いて、その、まあ、透かした形でですね、なぞって書くと、それは形を覚える上では非常に有効だと思います。ただそのなぞり書きをしてるとですね、形を取ることに気を取られてしまって線に勢いがなくなってしまうんですね。慎重にこうなぞろうとして、線の勢いがなくなってしまうということになりかねませんので、ある程度形を覚えたら、なぞり書きはやめて、それで、まあ、お手本を見て左にお手本を置いて書くと、まあ、お手本の形が頭に入って、お手本見なくても同じように書けるのが理想ですけれども、まあ、それはなかなか難しいですから左に置いてですね、それで、書くと、いうことが大事だと思います。
まあ、その点をですね、ぜひ踏まえた上で、書き初めに取り組んでいただければと思います。それではこれから個別といいますか学年別にですね、一つ一つの文字の書き方について、アドバイスをさせていただこうと思います。それでは3年生のテーマである自然ですね、自然について一字ずつ説明していきたいと思います。まず詩ですね。これはですね、打ち込みですね、これをしっかり、これをしっかり打ち込むと、ということですね。それで、まあ、まっすぐに下ろしてきて、それから、ここの角度ですね、これが あまり早くこう上がっていったり、右に開きすぎたりしないことですね。大体ですね、これは一番最初の文字ですから、この書き初め用紙のですね、この辺をめがけて、この辺をめがけて、抜いていくと、上にこう抜いて、まあ、抜き去るということをですね、しっかり打ち込んで下ろしてきて、ここからここの角をめがけて書くような感じですね。そうするとうまくいくと思います。ちょっと書いてみましょうかね。まあ半紙で練習をすると思うんですけれども、目安としてこの辺に打ち込んでですね、この辺にこう打ち込むと、こう打ち込んで、それでこの辺まで下ろしてきて、この辺まで下ろしてきて、この辺から、ここをめがけて、それで、払うという感じですね。これはまあ実際には書かないわけですけれども、頭の中でそういう感じで、イメージする、想像することですね。墨を十分につけて、それでドンと打ち込んで、こういってこう、ここに払うということですね。少し墨が落ちてしまいましたけれども、このぐらいのつもりで書けばいいですね。打ち込んで、それで、こちらここをめがけて書くということですね。もう一度書いてみます。しっかり打ち込んで、それでまっすぐ下げてきて、こう上げるということですね。筆は立てたままでいいと思います。こういう、そうすればうまく書けるはずです。よろしいでしょうか。しっかり打ち込んでこう払うと、ここをうまく開けるということですね。はい、それでは次に「ぜ」ですね、「せ」ですが、
これのポイントは、この高さが難しいですね、こちらが高くなる、ねこちらは低くなる。それからこの長さですね、これがだいたい、まあこの半紙の幅と書き初め用紙の幅はほとんど同じですから、このぐらい開けるつもりですね。ここで、ここはこのぐらいになるということですね、それからここが長くなると、うん、でこちらは短いですね、これはだいたいこちらとこちらは同じぐらいになるという感じですかね、まあ少し難しいですが、何枚か練習すると大丈夫だと思います。で、打ち込みは先ほどの紙と同じようにしっかり打ち込むと、で大体この幅ですね、これがここが一番広くなると思いますが、この辺のですね、長さの割合については、何回か練習をしないと難しいと思います。それでは書いてみます、だいたいこの辺からこの辺までですね、しっかり打ち込んで、しっかり打ち込んで、それでこういくと、それで、これが長くてこの辺で、それで、こう来て、それで軽く跳ねることですね、軽く跳ねる。それで、これはこれよりも下げて、この辺からでまっすぐ来て、これでここでしっかり止めると、こういう感じですね、それで点もしっかり点点と、こういう感じですね、ここの高さですね、この高さ、それからこれが長くなることね、で大体これとこれは同じぐらいで、止める位置がこの辺で止めればいいと思います。もう一度書いてみます。まっすぐじゃなくてもちょっと上に膨らむような感じでも構わないですね。でこれはこの辺からでこう来てで軽く跳ねる、ね、でトン、それでこういってここでしっかり止める、こんな感じですね。ちょっとこれ長くなってしまいましたけど、まあこれでも構わないと思います。こういう感じですね。よろしいでしょうか。打ち込みをしっかりする、ね、それがまず大事ですね。もう一度確認しますが、こんな感じですね、このスペース、こういう感じですね。はい、それでは最後ですね、運ですね、まず運の打ち込みは真ん中ですね、真ん中です。中心に打ち込むと、それでこれの、まあ、これちょっと長く、それでここからこう持っていくわけですが、まあ、大体真ん中ぐらいまでですかね、これとこれの真ん中ぐらいまで持っていくと、それでここの間隔ですね、ここがこう広く取れるようにして、
それで抜き払うのはやはり先ほどと同じように、この右上の方に払うということですね。右上の方に払うということですね。ちょっとこれ私のお手本では少し上の方になってますけれども、もう少し右上の方がいいかもしれないですね。こう巻き込まないことですね、こういうふうにならないこと、こう抜いていくということですね。それでは書いてみます、真ん中に打ち込むということですね。それでこの辺まで来てこういってこういくと、だいたいこうイメージ、この辺に打ち込んでこの辺まで来てこういくということですね。真ん中にドンと打ち込んで、それでこう降りてきて、でこう行ってからこう行くということですね。今ここで止めなかったんですけれども、止めた方が書きやすいかもしれないですね。すいません、もう一度書いてみますね。止めた方が書きやすいですね。ドンと打ち込んでこう来てこういって、これ止めた方がいいですね。止めてこういくという感じですね。まあ、こうかすれてしまいましたが、まあ、多少かすれるのは問題ないといいますか、かえってかすれた方が勢いが感じられていいかもしれないですね。もう一度書いてみますね。今度はちょっとゆっくり書いてみましょうかね。ドンと打ち込んでしっかり持ってくる、それでこういってここで一回止めて、それでこう書くということですね。まあ、あの墨がちょっと多すぎる場合にはこうティッシュで拭き取ればいいですね。ここの打ち込みですね、でこの長さで大体この辺まで来て、これは真ん中ですけど、それでこれはこちらにこう抜き去るということですね。もう一度確認しますが、こんな感じになるということですね。よろしいでしょうか。まあ、その辺を踏まえた上で書いていただければ、立派な自然が書けると思います。それではちょっと全体をですね、今度は見て、それで終わりにしたいと思います。はい、それでは、一文字一文字の書き方についてはだいたいコツがつかめたと思いますので、今度は全体ですね、全体を見ながら、書く上で、注意すべきことをいくつか申し上げたいと思います。こちらにですね、これ私が書いたお手本ですけれども、学校でいただく参考お手本とはちょっと違うかもしれませんが、ほぼほぼ、同じような形ではないかと思います。3文字ですから、上はちょっと開ける感じでですね、それで、下もですね、あまりつまらないように、この辺で終わるような感じですね。で、大事なことはですね、まずその位置としてですね、
打ち込む最初のその打ち込むところですね、これですね、まず C ですね、このここにポンと打ち込んで下ろしてくる、まあ、中心がだいたいここが中心ですから、これよりもずらしてちょっと、左側に打ち込んで、それで先ほど申し上げましたけれども、下ろしてきて、この角度を注意して払う方向がこの右上隅ということですね、それが目安になると思います。それから背、まあ、背ですけれども、ここを見てですね、この打ち込みの位置ですね、これが上に行かないことですね、これ上に、行きそうな気がするんですが上に行かない、この位置ですね、C がここで終わってるわけですから、そこから、まあ、このぐらい離して、打ち込むということですね、それからもう一つ、筆を打ち込む、場所として大事なのはこれですよね、ここですね、ここ、それからここ、ここ、それとついでに申し上げるとここですよね、これがちょうどこれは真ん中に来ますよね、うん、これが注意すべきポイントですね。この打ち込む場所でですね、大体もう形は決まってしまうわけですよね。ですから打ち込む時に無造作に打たないということです。考えて、大体その位置をですね、うん、見定めてそれで打ち込むということですね、こことこことこことここですね、これはちょうど真ん中あたりということですね、まあ、それができれば大体形もですね、うまく、作れるのではないかと思います。あとはこのこういう長さとかですね、この辺は先ほど解説した通りですので、それを頭に入れて書いていただければいいと思います。それからこの「ん」の最後ですね、これも、ここからこう来て、これもちょうどこれ大体真ん中ぐらいにここが来ますね、うん、それでこれをやはり上、まあ、ちょっと右上でもいいですけど、上に引きは、まあ、上に引き抜くということですね、うん、その辺を注意していただければ、うまく収まるのではないかと思います。打ち込む位置、これが何よりも大事ですね。そこにこう見当をつけて、狙いを定めて、書き始めるということですね。そうすればうまく書けると思います。最後にですね、名前ですね、名前の位置が、ちょうど、まあこことこうですね、小三、それで背のこの線をまたぐようにこう、それから、ここ、それでこう、まあ、4文字の場合ですね、まあ、3文字の場合にはこうこうこう、まあ、ちょっと離してこれでもいいでしょうね、まあ、小三はここに書いて、で名前はここから書き始めるといいと思います。こうですね、こうこうこう、こんな感じで書けば、うまく収まると思います。よろしいでしょうか。まあ、ぜひ頑張ってですね、素晴らしい、自然を
書いてほしいと思います。以上です。